前回、まあ、この板にジョイントカッターで加工するための炭は入れられたので、はい、まあ、加工していきたいんですが、その前にちょっともう一つだけ説明をさせてもらいたいと思います。また説明ですか。そうです。もうちょっとだけお付き合いいただいて、はい、その後加工に移りたいと思います。はい、ジョイントカッターで、まあ、この板に溝を、掘るとき、必ず台に置いて、はい、クランプで固定してやってほしいんです。クランプなしでそのまま置いて加工できないんですか。はい、でなぜかというと、まあ、この板自体が反ってるっていう話を前にしましたよね。はい、で反ってると困るんですよ。まあ、これまっすぐの板やったら、はい、まあ、これ今この板ってこういう風な状態と思ってください。でこの上に、まあ、このこれガイドっていうんです。ガイドが乗ります。まあ、こういう状態、はい、そうですね、なんですけど、反ってなければまあまっすぐこの上からの距離測ってるんで一定の穴が開きますけど、はい、反ってる場合、こちら下ですね、はい、まあ、この分ガイドでこれ板が反ってると、はい、当然ですけど、このガイドと木の間に隙間ができてしまうので、この2点で乗ってるんで、はい、そうすると高さが変わってきますよ ね。この板の間でもこことここでは差がありますね。ね、これをこちらのまっすぐなに開けたものと、はい、この反ったものと組み合わせようとしたら、はい、まあ、入るのは入りますけど、ね、どうしても段違いができてしまいますね。できてしまいます、はい、これを取るために必ずこの板をクランプで、はい、台に固定することでこの反りを取ってグッと締めないといけませんね。そうです、まあ、ちゃんと軽く締めておくだけではダメですね、はい、ちゃんと反りを取るためにきっちり締めて加工して、はい、ね、このクラン、ビスケットを入れてこう組み合わせることで、この矯正がやっと効く状態になるということです、はい、だからこれをクランプしないと、今見てもらったみたいに、なるほど、せっかく加工したのに段違いができてしまうということになるので、はい、これは注意しておいてください、はい、では加工をしたいと思います。まずはジョイントカッターのセッティングから、はい、10のビスケットを使うんで、はい、まずこのストッパーを10に変えてください。はい、変えました、はい、変えたら今度ここにロックがあるんで、これを緩めます。はい、緩めます、ね、こちら向けるって、このガイドをこれで動くようになります。はい、ジョイントカッターって穴を開けるときに真ん中に穴を開けるものなんで、はい、今ここに数字が振ってますよね。ありますね。こちらの方に赤い三角があると、はい、板の厚みの半分のところに合わせてもらったら中心に穴が開きます、はい、そうなんですか。だからこの板18ミリの板なんですけど、はい、18ミリの板やったらどこで9です。はい、9に合わせてもらったら中心に開きます。じゃあこれを9に合わせるんですね、はい、30の板の板やったら15のところに開ければいいですし、はい、これ6ですね。そういうことになってるんですね。はい、はい、これでセッティングが終わりです。セッティングが終わって材も固定できたので実際に使います。はい、で使うときにこの線に合わせてからスイッチを入れるのではなく、スイッチを入れてから線に合わせてください。そうなんですか。先に合わせてもスイッチを入れるときにちょっとずれてしまったりとかもすることもあるので、はい、先にスイッチを入れます。はい、ね、先にスイッチを入れても、まあ、こういうふうに刃って出てるわけじゃないんで、これ押さない限り刃は出てこないんで。そうなんですか。材が傷つくこともありません。はい、なので1個開けたら1回1回この電源切る必要もなく、このまま電源入ったまま次々と行ってもらっても、まあ今ちょっとクランプがあるから次には行けませんけど、行ってもらったら大丈夫です。はい、で持ち方ですけど、こういう風に合わせて、まあここを持つのが普通なんですが、はい、これで力入ったりとかするとな、こういう風に浮いてしまったりとかすることがもうあるんで、はい、うちの教室ではこことここを2点こういう風に押さえて開けるという風にしてます。はい、この方が失敗がしにくいです。はい、では実際にちょっと開けてみましょう。もうこれだけです。一つ言い忘れてました、はい、材料をこういうふうに固定をするときに、はい、必ずこのテーブルよりこの材が出た状態で固定してください。はい、なぜかというと、うん、この部分が材じゃなくこのテーブルに当たってしまうと、はい、掘る深さが変わってきますから。そうですね、はい、必ず出した状態で固定してください。はい、はい、ではやってみたいと思います。はい、はい、お待たせしましたスイッチ入れます。スイッチ入れてから合わせて、そうですね、はい、ずれないように線を合わせて押す。あ、そうです。簡単でした。
説明は結構長かったんですけど、もう加工は一瞬ですね。でしたね。もっとしたいですね。まあね、もうちょっとこれ以上開けても意味はないんで、もうこれ以上は加工しないんですけど、はい、まあこれでビスケットが入れられるようになりました。はい、ね、これを見てもらったら、こちら、はい、こちらビスケット入れてみたところなんですけど、はい、ビスケットより、そうなんですよ、穴の方が大きいんですよ。はい、なので、これ端っこになるべく寄せたいっていう時に、この穴が大きいっていうことを考えとかないと、あら、ビスケットのサイズだけ見てたら、あ、いけんのに。はみ出ちゃいますね。穴がちょっとそれに見えてしまうということがあるので、はい、ちょっと大きめに穴が開くということを考えて位置を決めてください。わかりました。ではビスケットを入れてみたいと思います。はい、はい、あ、意外にスッと入るんですね。そうなんです。はい、はい、こちらの手前板を線に合わせて入れてください。さあどうでしょう。はい、ランチはないでしょうか。うん、ランチなくいけましたね。はい、まあ、これはもう綺麗な状態なんで、はい、これで OK なんですけど、この時にまあ団地がついてしまった、はい、ということやったら、一つ前の工程ものって穴開けをします。うん、え、穴開けたら穴が大きくなります。広がります。そうですね、はい、穴、まあ、広がってしまうんですけど、このままビスケット入れた状態やったら、はい、もう動かせないんですよね。そうです、団地ついたままになってしまうんですよ。そうですね。そうすると、まあ、これ両方まっすぐにやったとしたら、はい、このビスケットを開けてしまったがために団地がつくという、うん、何のためにジョイント買ったしたのか、加工の苦労があるのにもかかわらず、はい、出来上がりダメになってしまうので、それに比べたらまあちょっと穴広がるぐらいの方がまだマシということですね。はい、で、まあ、対処法としても他にこの穴開けた位置を違う場所にずらして穴開けるっていう方法もあるんですけど、はい、まあ、そうすると今度は穴開いてしまうので針面がどんどん減ってく、うん、弱くなっていくんで、はい、あんまりおすすめはしません。小原さん、はい、このビスケットちょっと入れてみてもらえますか。なんですの、またその振りは。はい、あれ、あら、さっきみたいにスッと入らないですね。そうですね、ちょっとグッと押し込んでもらったら、はい、たら入ります。ではこれ何が違うかというと、んー、でもこれ同じ、実は全く同じビスケット、同じですよね。違いは、これは見てもらうために今、はい、水をしばらく含ませたビスケットなんです。はい、まあ、これって水を含むと膨れるんで、先ほどのようにグッと押さえて入らないぐらいに、まあ、はい、なります。そうですか。はい、これできっちりくっつくんですよ。はい、なのでこれをやるときにボンドを塗りますよね。塗りますよね、板を剥ぐときに、はい、板の面だけではなく、なく板の、まあ、溝もそうですし、はい、このビスケットにもボンドを塗ってほしいんです。ビスケットにもですか。まあ、そうすることでボンドの水が、水分がこの木を膨らませてくれるんで、わ、で抜けにくく、きっちりこれつけることができます。木の特性を生かした効果ですね。そうですね。これ結構塗るのを忘れがちなんで、必ずこれにも塗ってください。はい、であとはもうクランプして針は終了です。では、このように針が完成しました。しました。はい、実際やってみていかがだったですか。いやー、ジョイントカッターはすごい便利です。そうですよね。針にやっぱ欠かせないなと思いました。はい、はい、その分ね、ちょっと説明も長かったんですけども、疲れた。お疲れ。説明多いんですよ。まあ、どうしてもね、ちゃんと使おうと思うと、まあ、簡単に使おうと思ったら使って、あんま気がなくて多分やっぱりシャッシャってするんでしょう。なんとなくね、できてしまうんですけど、はい、でもきちんとこういうふうに板をちゃんと団地なく作ろうと思うと、はい、やっぱりそれだけ説明が、あれだけ長い説明の必要性が分かりました。ていただけましたでしょうか。これがウッドロードやなっていう。そうですね、説明はちゃんとないと。ビスケットが膨らむのよっていう。そうですね、それも皆さん結構知らない方もいはるんで、これ面白いです。やっぱ木っていうのは膨らんで、はい、でももうそろそろ乾いて、この暖房で乾いてね、縮こまってるんですよ。縮こまってないですか。はい。はい、ということで今回の教えて先生ジョイントカッターレッスン3、板剥ぎに挑戦続きでした。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。もっといろんな技術が知りたいという方はこちらのリンク先からご覧ください。お届けはウッドロード動画科学教室でした。